沢木の方が。ちーくんは料理できる？ちーくんは料理できるかな？やらないっす、俺は。やれやすいません、ちょっとあんまり。子供のうちからいろんなことを経験しとけばね。美味しいものだけ食べ続けたいっす。じゃあいろんなものを経験してないとね。ちょっと美味しいもん食わせてくださいよ。美味しいもんを食べさせてくださいっていうのは、おじさんとデートに行きたいってことかい？助かる。いや、なんか困っちゃうな。おじさん困っちゃうな。配達でいい。ああ、こういう大人を目指すんだよ。そうだよ。いや、いいっすね。面白い大人になりたいっす。無理だよ、大人なんて面白くないから。いや、十分面白いっすよ。動心を忘れたら面白い人間にはならない。あ、間違えた、こっちっす。あ、これも甘いっす。うわ、全部いらない。汚れちゃった感情に心はもう石のようで、求め愛の誕生にもう汚い、触らないで。